浜田聡お二人の口述人の先生方、本日のどうもありがとうございました。あのまあ、今後の展望を考えてです、ね、我が国であったり、我々がどうすべきかというのを、まあ、考えていきたい、いく必要がある、まあ、重要なんだなという思いであります。でですね、あのまず、えー、半田口述人にお聞きしたいと思います。 あらかじめいただいてたです、ね、あの無人戦闘機の資料など、興味深く、はい、あの見させていただきました、でですねあのまあ、戦闘機であったり、まあ、兵器であったりです、ねまあ、もちろん時が経てば技術進歩していくわけでございますが、あのまあ、数多くいろいろ見られてきたと思うんですけれど、あのまあ、ご自身で、まあ、感じた技術の進歩のペースであったり、まあ、あ,とあ,るあるいは、まあ、それを踏まえた上での今後の展望などをお聞かせいただければと思います。 田実に私、防衛記者をやって30年になりますけれども、おまあ、30年前のものは本当に陳腐化していて、えー、到底、まあ、現代の戦闘には役に立たないものが多数ある一方で、えー、当時のものであってもまだ有効なものもあると、ですから、あの我々の社会の進み方と比べた場合、兵器の世界というのはむ,むしろゆっくり進んでいくということもあるんだろうというふうに思います。 他方ですねあの今日ありましたようにハイブリッド戦のような、まあ、新しいジャンルが出てきて、まあ、そこも取り込んでいかないと日本としては守り,あの守りを固めるわけにはいかないというようなことも出てくると、まあ、そうするとその実は新旧のものを取り合わせて使うということやあるいは新しい分野にマンパワーや予算を投入するということが同時に行われないといけないわけですね。したが で、それをこうバランスよくこう配分していくということが、日本を本当に強くする方法だというふうに思います。あのここのところ、やはり見ていくとあの、政治の介入という形で、本当に必要であるかどうかということを度外視し,した上えで、どんどんアメリカから武器を買ってしまって、その結果、苦しくなって枠を広げると。 本来であれば予算というのは貴重な財産あの国民から集めた税金でかなりの部分を賄っているわけですから積み上げ方式が必要だと思うんですね、今回の2%というのは枠をいきなり与えてしまってこの枠の中で自由にやっていいというような誤解が今、防衛省自衛隊には生まれているのではないかと今日お話したように3種類のミサイルの国産同時開発 これできなないいとは私は大変失礼ながら思いますねそういったものの尻拭いを誰がするんだと結局、国民が自分の国を守るための兵器が足りないだけれども税金だけは取られたそんな話になってはいけないなとそのように思います。 濵田聡君ありがとうございます引き続き、半田参考人に、述人にお聞きしたいんですけれどあの今度は北朝鮮をあの、まあ、指定にしたいんですね、北朝鮮の軍事力の,、はい、あの向上ペース、あと今後の展望をお聞かせいただきたいと思います。 半田ダ、口実人。あの、北朝鮮のミサイル能力っていうのは非常にあの、目覚ましいものがあると思います。で、ただ、そのミサイル開発になぜ力を入れているのかっていうことにもちゃんと注目しなければいけないと思います。やはり北朝鮮は、あ北朝鮮の労働党の機関紙である労働新聞などでもたびたび言っているように、えー、例えばリビアやイラクの二の前にならないための強力な抑止力が必要なんだと。 まあ、つまり、リビアもイラクもアメリカの一方的な攻撃によって指導者が殺害をされたという事実があります。したがって同じような目に遭わないためにはアメリカに対抗する強力な抑止力が必要だと。まあ、しかしながら通常兵器をたくさん揃えるほどの予算的な余裕がないことから、まあ 一点豪華主義で核とミサイル開発に進んできているということですよね、したがって北朝鮮は、その一撃の反撃能力はあるとはいえ、継戦能力といって、戦争を続けるための能力というのはほぼないと、だけれども、その一撃さえあれば、アメリカからは攻撃されないというような、そういった確証を得たいと、でさらにそれが国内向けには、我が国はアメリカに対抗しうる軍事力があるんだというふうに見せて、求心力を高めることにもなる し同時にアメリカに対する対話のための材料として出すこともできるとそんなふうに使われていると思います。浜田聡君。はい、あのありがとうございます。えー、次にですね、あの鈴木光十人にお聞きしたいと思います。あの先日 H3 ロケットの打ち上げ、えー、がまあありました。 まあせんまあその前はイプシロンロケットもなどもあったと思うんですけれど、まあ我が国の宇宙政策に関するまあ現状あと今後の展望などをお聞かせいただければと思います。鈴木厚実に、はいありがとうございます。今回のテーマとまあ外交安全保障に直接関わるわけではないんですが、私はあのえっ、ー、と内閣府の宇宙政策委員もやっておりますので、あの簡単に。えー 日本、まあ、あの、H3 と、マイプシロンが失敗したということは、まあ、極めて残念なことであります。ただ、あの、まあ、H3 は今回初めての打ち上げで、まあ、初めてのロケットが失敗することは、ま、ま、あることでありますので、まあ、そういう意味では、あの、これに、これで何か全てが終わったというわけではないだろうというふうに思います。初号機の失敗が将来的には、あこの、え糧、ー、になってですね、次からの成功につながっていくということになるのが一番望ましい。 とは思いますがただ、やはり国際的な、まあ、特に市場からの信頼を回復するためには、えー、かなりまああの地道にあの努力をし続けなければならない、そのためにも政府があの続けてです、ね、今後もこの打ち上げを続けると。 というコミットメントをし続けなければならないだろうというふうに思います。えー、まあ、あの、日本の宇宙開発は、まあ、あの、ちょうど、えー、この安保3文書が出まして、で、その中には宇宙の部門も書かれていまして、安全保障上の宇宙利用ということについても、また宇宙空間の安全保障をどうやって守っていくのかということについてもですね、今新しい局面に入ってきておりますので、えー、日本として、えー、この宇宙開発を続けていく、そして、えー、まあ、安全保障のみなら、 必ずですね。社会経済全般にこの宇宙を活用していくということが、これから目指すべき方向性だと思っていまして、それはあのロケットの失敗で、えー、終わるものではないと思っております。浜田聡君はい、あのありがとうございます、えー、引き続き、えー、鈴木補充人にお聞きしたいと思います、えー、ロシアのウクライナ侵攻についてでございます。 えーまあ、ど,どちらもです、ねまあ、全力で戦っている状況かと思いますが、えーまあ、ただです、ね、ウクライナが戦うのをやめてしまうと、まあ、あの侵略が、まあ、成立してしまうわけですが、まあ、ロシアに関しては、戦うことをやめるという選択肢があるのではないかと思います、で、あのまあ、ロシアに関、まあ、どちらも状況苦しいと思うんですけれども、ロシアについてもやはり苦しいという状況が、いろいろとな情報から、まあ 感じられるところでございます。ということで、まあ、今後ロシアがまあ。進行をやめる可能性えまあ、そういった展望などありましたらお聞かせいただきたいと思います。鈴木口術人、はい、ありがとうございます。あのロシアがまあ今、このどういう意図を持って戦争を継続しているかということがなかなか理解しづらいところがあるまあ。最初はその。 短い時間で一気にこの、まあ、キーウまで陥落させ、そしてゼレンスキー大統領が逃亡し、そしてロシアは、あの、容易にウクライナを支配できるだろうと思って始めたものが、まあ今やもう一年経って、で、なかなかこう、始めてしまった以上やめられないという状態に今、あろうかと思います。 ただ、やはり、あの、プーチン大統領といっても、無限に弾があるわけでも、無限に資金があるわけでも、無限にサポートがあるわけでもないので、いつかどこかで、えー、その弾切れですとか、えー、資金切れですとか、あのー、まああ、プーチン大統領自身の、この、まあ、足元の指示が、 失われていくというような環境が生まれてくればですね、えー、その状況次第ではあ、まあ、戦争をやめなきゃいけないという判断に至る可能性はあると思います。ただ、やはり、あの、一番のポイ,ポイントになるのは、やはりウクライナ軍がこれからどれだけ抵抗ができるか。まあ、その抵抗も、やはり今、あの、ウクライナも、まあ、なかなかやっぱりこう、 戦争を続けるための力っていうのをこう出し続けるっていうのはなかなか難しい状態ですし、また西側の支援っていうのも必要になってくる。まあこれが今、膠着状態になっている理由ではありますけれども、まあ我々ができることというのは、その経済制裁をよりこの徹底してですね、えー、まあロシアの弾切れ、それから資金切れ、これを加速させるということに尽きるのかなというふうに思います。浜田聡君。 はい。あの、ありがとうございます。あの、まあ、最後、ちょっと時間もなくなってるんですけれど、あの、鈴木先生にお聞きします。あの、まあ、安倍政権からですね、まあ、岸田政権にかけての、まあ、外交安全保障の、まあ、点、まあ、変化というか、あの、あるいは評価などをお聞かせいただければと思います。鈴木公日委員。はい。あの、えー、まあ、 安倍政権が非常に長かったので、まあ、長い間、その、えー、こういろんな変化があったと思うんですけれども、まあ、安倍政権の、こう、一つの目標であったのは、た多分ん、一番大きいのは、対ロシア政策が変わった部分だろうと思います。それは、やはり、あの、もともと北方領土の返還ということを、ライフワークにされていた安倍元首相の、まあ、えー、対ロ交渉、まあ、これが結果的にはですね、あの、その、結果には結びつかなかったわけですけれども、えー、それと、この、 まあ、まあ、岸田政権になってからですね、このロシアのウクライナ侵略があったことによって、まあ対ロ、対ロ政策というのは大きく変わったというふうに思います。ただ、全体としてですね、その圧倒的なこの変化があったというよりは、やはり継続の中で、この日本の外交安保政策というのが一定のこの、 まあ流れの中で、継続されているんだろうなというふうに思っておりますし、まあ、それがあの外交安保政策のあるべき姿なんだと思います浜田さん、はい、ありがとうございました、終わります。